皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。なんと発売日の次の日に家に届きました、こちら iPod Touch セカンドジェネレーション 128GB のゴールドです。今回私はこれは 128GB なんですけども、 32GB のモデルが2万円ぐらいで買えるんですよね。ちょっとここに金額出しておきますけども、だってね、今この iPhone XS とかめちゃめちゃ高いじゃないですか。一番安いモデルで13、14万円でしょ。おかしいだろ。で、2万円からスタートができる iOS 端末 iPod Touch セカンドジェネレーションということで、早速開封してまいります。何よりね、これ iPhone7 と同じチップを積んでるんですよね。だって今って iPhone7 も現役じゃないですか。まあ iPhone8、10、10S とか出てますけども、それってどういうぐらいのパワーを持ってるかっていうと、今流行りのアプリ荒野行動が全然もたつきなくできるっていう。だから2万円出せば荒野行動ができちゃうんですよ。てかめっちゃ綺麗。ちっちゃー、こんなちっちゃかったっけ。これ私の iPhone XS Max ですよ。画面の領域これでしょ。どういっとんのこれ。え、怖い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 。これだよね。一応これは中間モデルなんですよね。 256GB が一番上なんですけど、確か4万円ぐらいするんですよ。で、4万円ってさ、正直きついじゃん。4万円出すんだったら iPhone7 とか8の中古買った方がいいよねみたいな。だって外で使えますから。うっす。なんか最近もうでかい端末しか私触ってないんですよ。 iPhone XS Max とかさ、 3、4mm ぐらい iPhone XS Max の方が分厚いかな。めっちゃ軽、片手で持てる。私そんなにあれですよ、手別にバカでかいわけじゃないですけども、端っこまで届くもん。こんな差があります。やばくない？こうよ、これ下がりこう言ってやると、まあ、私あんまそんなにがっつりレビューはしないんですけども、実際自分が触った体感的にはこれめちゃめちゃいいですね。 iPhone SE とかがこの4インチ端末っていうのがなんか評価されてるじゃないですか。その感じがわかる。やっぱ iPhone XS Max だとこうなんですよ。ここまでしか届かないの。でもこれだったらこう、やば。では先に細かい部分を見ていきましょう。こちらが側面でございます。少しアルミのこの削り出しのテカテカ感がなんか高級感ありますよね。いいね。で、お尻こんな感じに。ただ残念なのが iPhone XS とかそっちのシリーズだとスピーカーがこっちにもついてるんですよ。だからステレオで聞こえるんですよね。ただこっちは片側しか聞こえないんで、ちょっとこの音楽とか動画鑑賞にはあんまり向いてないんじゃないかなと思います。で、イヤホンジャック、これ貴重ですよね。 iPhone って今もうほとんどイヤホンジャック排除してるんで。で、ライトニングね、ライトニングはなんかいろいろとなんか産業廃棄物だみたいな感じで言われてますけども。で、こっち反対側、これがボリュームアップダウン、アップダウンですね。で、上、これも今だと珍しいですよね。この上に電源のこのボタンがあるっていう。アルミボディってさ、最近あんまりないじゃないですか。なんかガラスの風潮がすごいあって、え、すごいいいですけどね。で、ここにアンテナ、ちょっとこれはね残念です、不格好だから。ウィンナーみたいな。で、これフラッシュ、横にある穴マイクだよね。で、これカメラ、今回カメラが微妙なんですよ。 iPhone7 と同じプロセッサーで性能はあるんですけども、こっちインカメの方が120万画素なんですよ。背面が800万画素。今の機種と比べちゃうと低いです。だからまあ、その辺が多分コストが低いっていうことなんですかね。で、これめちゃめちゃ軽いんですよ。今、iPhone XS Max とか、こういうステンレスのゴリゴリの端末って重いじゃないですか。結構私も寝てる時とか寝転がりながらこうやって持ったりするんですけども、めっちゃ重いです。で、ケースつけちゃうともう 200g いくんですよ。ただこれ 100g いってなくて 88g、 正しい重量ここに書いておきます。軽い、すごいよ。この端末が、どういった方に向いてるか、私なりの、個人的な見解でお話ししますと、正直、今 iPhone XS とか10とか、まあ、8とか持ってる方には、あんまり向かないのかなって私は思ってます。これでできることはこれでできちゃいますし、これでできることは一部こっちでできないんですよ。Wi-Fi 環境でしか使えない。あと GPS もない。
っていうこと。ショッピングモールとか、あと自宅とか、ポケット Wi-Fi とか、そういう環境下じゃないと、これは本領発揮しない。それ以外だともう音楽聴くとか、ダウンロードしたいものだけですよね。ちょっとそこが不便。てか、まあ不便だったらこっち買えよみたいな感じなんですけども、まあ、大半の人はね、スマホ、iPhone とか持ってるんで、だったら、どんな方に突き刺さるかというと、まだスマートフォンとかちょっと持たせるのに、抵抗がある親御さんが買って、中学生とか、まあ小学生のお子さんに持たせるとかの感じ。あとは、Android。これ Pixel 3なんですけど、これそう、YouTube さんがいただいたんですよ、これ。ありがとうございます。そう。こういう Android 端末を普段は使ってて、で、ちょっとこの iOS アプリ、まあ、これ iPhone のアプリ基本的に使えるんで、ちょっと試してみたいなっていう時に使う。まあ、ほとんど iPhone で動作するアプリはこっちでも使えますからね。疑似 iPhone 体験ができるっていうこと。あともう一つが、メイン端末はガラケー使ってる人。で、サブ端末に iPad まででかいのいらないけども iOS 端末使いたいなっていう方。そのくらいじゃないかな。本当私も今まで全機種買ってきたんですよ。1,2,3,4,5,6 って買ってきて感じたのはそんな感じ。あとはそのスポーツこうやってランニングするときとかにもいいと思うんですけども、ただ防水じゃないんですよ。まあ、軽いっていうところが利点なんで、こうやって握りながら走ったりとかも私よくしてましたし、ちょっとまあ iPhone よりは値段が抑えめなんで、ああ、傷ついてもいいかなっていう感覚で使えるっていうのも利点だと思います。でも本当すごいな。この小ささの中になんか全てが詰まってるみたいな感じです。じゃあ次は、音質聞き比べてみましょう。先日、私が出したデビューシングル、かさぶたの私を、ちょっと聴き比べてみます。やっぱでかいよね。あんまり私音質詳しくないですけど、ドゥンドゥンドゥンみたいな、なんか結構振動が伝わってくるっていうか、この本体が振動してるっていう感じです。いやでもすごいかもしれない。なんかもう音質に関してはもう 10S の方がもう圧勝っていうか、もうそれは仕方ないと思うんですよ。ステレオスピーカーだし、本体でかいんでなんか振動とかがあると思うんですけども、でもこの小ささでなんかちゃんと聞けるっていうレベルの音が出てるんで、いやすごいんじゃないですかね。多分ですけども iPhone XS Max を使ってからこれを聞かなければ別にこれに対して物足りなさみたいのはないと思います。今回はざっくりですけども軽くiPod Touch セカンドジェネレーションの紹介をしました。店頭で触ってみてください。この小ささにかなり衝撃を受けます。今のスマホのデカさとはもう全然比べ物にならないぐらい持ちやすいんで、ぜひ触ってみてください。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価、お願いします。ツイッター、インスタグラム、そしてサブチャンネル、青木かなの秘密箱も画面の下にありますので、ぜひチャンネル登録もしてね。また、次の動画で、お会いしましょう。私は僕、いつになっても居場所探しで
埋もれてゆく夜空の下。